三学師団は、ドイツ連邦陸軍の師団の一つ。バイエルン州ガルミッシュパルテンキルヒエムに、師団司令部を置き、師団の部隊は主に南部バイエルンに駐屯していた。2001年9月に解散し、バート・ライヘンハルに、旅団司令部を置く、第23三岳両兵旅団に引き継がれる。本師団は、ドイツ連邦陸軍唯一の三岳戦部隊であり、さらに、 平野部での気候部隊との共同作戦が実施できるように重装備型の編成、装備を備えていた。1956年7月1五十六年七月一日にミッテンバルトにて前進となる第百四4山岳旅団を母体に、師団の編成準備を開始し、同年十一月に編成完結する。師団は第二軍団に所属した。師団は以下のようになっていた。1五十八年に、 師団は、北、大西洋条約機構に結合される。1959年4月1日、陸軍、第2次編成にて、戦闘軍は旅団に改編される。さらに3個目の旅団も編成され、3個、旅団単位師団となる。A8 戦闘軍は、第23山岳両兵旅団に、B8 戦闘軍は、第22山岳両兵旅団に、編入された旅団は、 第24装甲旅団であった。1960年に、志ン司令部は、ガルミッシュ・パルテン・キルヒエンに移転し、同年には、第8補給大隊がミッテンバルトに置かれた。1962年に、第225山岳砲兵大隊が編成される。1964年に、第8山岳防空大隊がトラウンシュタインに、移中。1965年に、 第234戦車大隊はペッキングに置かれる。1966年には、第24装甲旅団は、第24装甲的団兵旅団に解消される。1981年、陸軍第4次編成により、第24装甲的団兵旅団は、再び第24装甲旅団に解消され、ランツフートへ移転、第22山岳両兵旅団は、 第22走行的弾兵旅団に解消、改変されムーラウアムスタフフェルゼーに移転する。1981年3月19日に、師団名称が第1三角師団に解消され、これにより、師団励化部隊は、一律の連番を与えられる手はずとなっていた。バイエルン州首相を務めていた、フランツ・ヨーゼフ・シュトラウスがこれを推進していたが、 1982年11月23日に即時取り消された。1980年代の師団定員は約1万8000人であった。1981年時点では以下のようになっていた。陸軍第5次編成において1992年に第22総攻的団兵旅団が解散し、1994年には第24総攻旅団が解散した。 1994年には、第6防衛管区司令部と合併し、第6防衛管区司令部、第1山岳師団となる。合併後、師団司令部は、ミュンヘンのバイエルン兵衛に収容される。その後、第23山岳領兵旅団は、バート・ライヘンハルに移転する。ファイツ・兵ヒハイムに所在した第36、総工旅団とインゴル・シュタットに所在した第60。 工平共同旅団が編入された。2001年に合併作業は中止される。第6防衛艦区司令部は保持されたままであったが、第1山岳師団は2001年9月30日に解散された。このため、霊下部隊はジグマリン園の第10装甲師団に配点された。師団霊下の各部隊は1993年からソマリア、マケドニア、アルバニア、 ボスニア及びコスボで各種の国際活動に派遣された。ありがとうございます。